せっかくだからそれをみんなに読んで聞かせようと思ってね。さあみんな、こっちに来てお座り。なんと三村夫人とその子供たちだったのです。それも以前よりさらに増えた子供たちはみんなびっくり。どうやら三村夫人は下島で滞在させてもらおうとムーミン一家を訪ねてきたようです。ところでお子さんたちの寝床は？と心配するママに三村夫人は言いました。ご心配なく、自分たちで何とかしますよ。ムーミントロールが部屋へ戻ると子供たちがベッドを占領していました。これは僕のベッドだよ。だけど子供たちは言うことを聞いてはくれません。ムーミンパパが寝ていると突然何かに噛みつかれました。掛け布団をめくるとそこにはミー。あたいはチビのミー。噛みたいから噛むだけさ。